回復するね。かばってくれてありがとう。私ね、騎士君が傷つかなくていいように、いつかきっと、今度はきっと騎士君を守れるようになるから。忘れ物はなし、これでよしっと。今日もまた騎士君に似てるあの人と一緒に魔物と戦う夢だった。夢の中のあの人は優しくて、いつも私を守ってくれる。騎士君、あの人とすごく似てる気がする。あれは夢だって分かってるけど、それでもあの人と騎士君には何か関係があるんじゃないかって考えちゃう。騎士君、やっぱりそうだ。こんにちは。私は町の外で修行しようと思って。私ももっとみんなの役に立ちたいの。戦いの時はいつも守ってもらってばっかりだから。本当に一緒に来てくれるの？じゃあお願いしようかな。実はちょっと心細かったんだ。よろしくね、騎士君。この辺りまで来ればいいかな。街道からも距離があるし、きっと魔物もいるはず。魔物だ。気づかれたけど、この距離なら先に仕掛けられる。まずは魔法で。あれ、あの魔物こっちに走ってきてる。どうしよう。そうだ、こっちに来る敵は足止めしなくちゃ。勇気を出して、勇気を。やっぱり無理。騎士君ごめんね。せっかくついてきてもらったのに、こんなことになっちゃって。一人で戦うなんて無理だったんだ。前に出ようとしても体が動かなくなっちゃう。変わりたかった、強くなりたかったのに。騎士君ありがとう。騎士君、私もう一回だけ頑張りたい。ダメだって思ったらちゃんと騎士君に助けてもらう。それまでは諦めないで戦うよ。追いつかれた。騎士君、準備はいい？行きます。当たった。騎士君、これで倒れて。やったよ、騎士君。危なかったけどちゃんと戦えたよ。ごめんなさい、嬉しくてつい。騎士君怪我してる。待ってて、魔法ですぐに治すから。夢と同じだ。何があっても騎士君は私を守ってくれる。やっぱり私、騎士君を支えられるようになりたい。ごめんね、私のせいで。私が騎士君を守れるくらい強かったらよかったのに。騎士君ありがとう。
そのこれからも迷惑かけるかもしれないけど、騎士君が傷つかなくていいように頑張って強くなるから。っていうことがあったの。それ以来何度か修行に付き合ってもらってるんだ。なるほどね。ユイ、お前そいつのこと好きになったな。そ、騎士君はその好きな人ってわけじゃ。そんなことよりちゃんと食材選ぼうよね。わかったよ。たくしょうがねえな。なあユイ、あそこにいるのってあいつじゃないか。もう誠ちゃんってば、そうやって私のことからかおうとして。あれ、キス君、こんにちは。いい天気だね。何してるの。おいおい、もうガチガチかよ。キス君もお昼ご飯食べようとしてたんだ。あ、そっか。なあユイ、せっかくなんだしあいつにも昼飯食おうぜって誘ってみろよ。無理だよ、まだ気持ちの準備が。なんでもないよ。私たちそろそろ行くね。それじゃあ。キス君、よかったら一緒にお昼ご飯食べない？材料ならちょうど今買いに来たところだし、ご飯はみんなで食べた方が美味しいし、どうかな。いいの？じゃあ買い出しに行かないとだな。よかったなユイ。ただいま。キシ君は座ってて、料理は私と誠ちゃんで作っちゃうから。そういうことだからおとなしく待ってろよ。なあユイ、あいつのこと好きだってのは分かったけど、きっかけは何なんだよ。大きい声出さないでね。実はあいつがよく夢に出てくるナイト様かもしれない。そっか、前から聞いてた話だけど、そんな奴が現れりゃあんな態度取っちまうのも分かんなくはないな。よし、ここは私が幼なじみのために一肌脱いでやるよ。誠ちゃん、やべ、仕事でやり残したことあるの忘れてた。ちょっと行ってくるから、昼飯はお前ら二人に任せた。すぐ戻ってくるから。そんないきなり、本当にちょっと大丈夫だよ。料理を私一人でも作れるし、心配しないで。まずは下ごしらえから始めないと。そんな、座ってていいのに。やっぱりお願いしようかな。あれ、なんで後ろに。さっきまで座ってたのに。うわ、キシ君に抱きしめられてるの。こんなに近くで見つめられたら、私、私、ごめんなさい。せっかく誠ちゃんが二人きりにしてくれたのに、私のバカ。お待ちどうさま。
ースの出来上がりだよ。待ってました。ユイの料理の腕前はシェフ並みだから期待しといていいぞ。そんなことないよ。実家が飲食店だったから自然と覚えただけだし、凝ったこともしてないよ。なあユイ、さっきはなんでいきなり外に飛び出してったんだ。何があったんだよ。喧嘩でもしたのか。それはその飯が出来上がりそうな頃を見計らって戻ろうと思ったのによ。まあこうして飯にありつけたからいいけどさ。もう誠ちゃんたら。おっと、せっかく作った飯が冷めちまう。食べようぜ。そうだね、岸君もどうぞ。好みの味付けにできてたらいいんだけど。いただきます。うん、うまい。さすがユイ、これを毎日食わせてほしいんだけどな。そんなにおだてても何にも出せないよ。これだ。なあ、せっかくだからユイに食べさせてもらえよ。そしたらもっと美味しくなるぞ。まことちゃん、いきなり何言い出してるの。ごめんね岸くん、今のはまことちゃんの冗談だから気にしないでね。そんなこと言われても。せっかくの岸くんからのお願いだし叶えてあげたいけど、やっぱり恥ずかしいよ。でもここで勇気が出せなかったらきっと戦う時も同じだよね。岸くん、私やってみる。ちゃんと食べさせてあげられるように頑張ってみる。よく言ったユイ、頑張れよ。あれ、なんか想像してたのと雰囲気が違うぞ。うん、行きます。はい、あーん、どうかな。おいしい。よかった。そうするね。おいしいね。ちょっと味が濃いかもって心配だったけど、これなら。私今岸くんに食べさせてあげたスプーンでそのまま食べちゃった。これって関節器。岸くん、お疲れ様。今日も修行に付き合ってくれてありがとう。ちょっと待ってね。実はさっき足を怪我しちゃって。すぐに治せるから大丈夫だよ。あれ、こんなに強力な魔法じゃないんだけど。あ、どんどん光が眩しくなってく。何これ。この番号の席はここだ。高校に入って初めての席替え。誠ちゃんとは離れ離れになっちゃった。少し緊張するけど、近くの人と仲良くなれたらいいな。できればあの人がなんて。そんな都合のいいことあるわけないよね。あ、隣の人が来た。ちゃんと挨拶しなくちゃ。落ち着いて、慌てないでゆっくり話せば大丈夫。あの、よろしくね。あれ、なんであなたがここに。
そうなの？そっか、そうなんだ。よかった。あ、ごめんなさい。私人見知りだから、同じ中学の人で嬉しくて。これからよろしくね。嘘は言ってないよね。本当に嬉しかったのは隣の席になれたことなんだけど、このチャンスを無駄にしないよう頑張って話しかけなくちゃ。いい天気だね。桜もまだ残ってるし綺麗だよね。あ、なんでもないの。ごめんなさい。結局緊張して全然話しかけられなかったな。そろそろ帰らなきゃ。せめて挨拶くらいはしないと。また明日。今日はおかしなこと言ってたけど気にしないでね。それじゃあ。え？そんな、私の方こそ話を聞いてくれてありがとうって思ってたよ。中学の頃はあんまりちゃんと話せなかったから。あのね、もしよかったらだけど、明日からも今日みたいに話しかけてもいい？ありがとう。これからもよろしくね。それじゃあさよなら。面白かった。どうだった？私からのプレゼント。今のはね、あんたとユイの記憶のかけらを元に作った私特製の夢なのよ。夢。驚いた？しかしユイって本当にあんたのこと。これ以上は野暮だし言わないでおくわ。何よ、あれくらい自分で気づきなさい。ユイってばどうしてこんなの。あんたがもっと記憶のかけらを集めたら、また夢を見せてあげるわ。たくさんの女の子との夢を見ること、それが世界の真実にたどり着くことになるの。頑張ってね。ここは、あ、そうだ、足を治療してる途中で急に眩しくなって、傷は治ってる。よかった。キシ君、私たちさっきまで見たことない場所にいたよね。学校みたいなところなんだけど、気のせいだったのかな。あんな風にキシ君と同じ学校に通えたらきっと楽しかったんだろうな。こうして一緒にいられるのも嬉しいけど、二人で学校帰りに遊びに行ってみたかったな。今のはクラスメートとしてだから、友達とか恋人とかそういうつもりじゃなくて、そう、仲間としてもっと一緒にいろんなことがしたいなって。楽しい時も悲しい時も一緒にいたい。だから何かあったらいつでも話しかけてね。私待ってるから。そろそろ町に戻らなくちゃ。岸くん、今日はありがとう。これからもよろしくね。